挑戦したいなっていう部分があって、そういう話をアールレイテッドのスタッフに話してなんで、まあ、自分からチャレンジしたいなっていうとこから入りましたね。今までそれのためにやってきたわけじゃないんですけど、今までいろいろインディーでいろんなことやってきて、次どんなことにチャレンジしたいかなって時にメジャーでやってみようかなと思った。諦めることなんていつだってできたけど、仲間とここまで来た。諦めることなんていつだってできたけど、仲間とここまで来た。諦めることなんていつだってできたけど、仲間とここまで来た。諦めることなんていつだってできた。初めは何もなかった。今までやってきてヒップホップ好きとか、あのヒップホップ聞く人たちにはライブここ10年、アールレイテッド始めて10年経つんですけど、いろいろ届けられたかなと思ってて、なんかまた次のもっと広いところに届けたいなと思って。10年ぐらい俺らインディーでやってきて、なんかやり、まあ俺その裏方的にも結構こうやれることやってきたし、なんかほんでアナキ自身もちょっとメジャーで一回やってみたいっていう気持ちがあったから、じゃあちょっと挑戦してみようかっていうところで、はい。これライトヒアの PV とこっすね。こっから出てきてここでチェイしてできてよかったです。あれは京都を見せれて、初めて見る人とかも出てくるかなと思って、やっぱまず一発目はあれから見したいなっていうのが。ここはたまり場っすね、地元の遊び場。いや、俺らのとこです、これ俺らのものなんですよ、ここ、はい。ほんでみんなあのお金払ってスケートしに来る人とかいたり、でスタジオもその奥にあるし。わっさ、名前なんていうの？ヒロト？いや、ヒロト、すごい、これから超すごいスケーターになるから、多分チェックしといた方がいいよ、みんな。なあ、ヒロト。これ普通に来たん？見っけたん？どうやって見っけたん？友達から。あそこにあるぞって。面白いですよね。いろんな結構上手い人とかも滑りに来てますね。見れたら面白いです。上から見てるんですけど。まあ、テレビ見たりゲームしたりするやつとか、スタジオで音楽作るやつとか、スケートをしだしたり、バーベキューしようとかでバーベキュー始まったりとか。毎日結構普通のお客さんもいるんですよね。スケートし滑りに来る子とか、ご飯食べに来るとか、下で服作ったり、下で服とか。めっちゃ喜んでるじゃん、今。最高っすね。いや、すごいな、でやっぱ思うっすね。やっぱどん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 こう、ね、変わっていくのをずっと見てるからすごいなって驚かされ続けてるんですね、いまだに、うん、だここじゃないやろって、まだもっと上行くんやろなってずっと思ってるんですよ。あ、まあ、逆に置いてかれへんように頑張らないみたいな、うん、若いからやっぱりそのなんていうのかな、もっと荒い部分もあったけど、やっぱりそれがだんだん削れてきて、こうアーティストとしてはすごい今が成長して成熟っていうかいい時期なんじゃないかなと思って、俺もそのメジャーでやることに関しても、まあ、そこでも勝負できる状態なんじゃないかなと。彼がやっぱり今まではね、じゃあもしかするとアンダーグラウンドって言われてたものかもしれないけど、それがメジャーシーンに乗り込んでくるっていうのは、まあ、もうごくあの必然なことというか、今の音楽シーンの中にやっぱり足りないものっていうのを、なんか彼らのような、まあ、本物を持ってる人たちがちゃんとこうメジャーに向けて一般に向けて
メッセージしていくっていうのは非常にいいことだなと思って、まあ、そこで今回のエベックスと の, あのコラボレーションっていうのは重要なことだと思います。仲間とここまで来た、諦めることなんていつだってできたけど、仲間とここまで来た、諦めることなんていつだってできたけど、自分のやりたいことは全部詰め込めたし、いろんなチャレンジもできたし、とりあえず満足してます。結構2枚目3枚目はコンセプトアルバムみたいな感じで作ってて、今回もう一度ファーストアルバムを作る気持ちで作ったんで、やりたい音選んでやりたい曲作ってメジャーでやるってこともあるし、もうちょっと広いところに届けられる曲とかも作ったりとか、いろんな工夫はしてみました。そうです、これ僕の店です。俺の店って言えるほど何もしてないんですけどね、ここは。コンセプトはなんか自分が着たい服を置こうと思って、俺プロデュースショップ。そうですね、うん、もともと龍蔵くん、アルレテッドのボスが経営してた店があって、龍蔵くんが東京出てきた時にそのまま引き継いで僕の店にしたって感じで、京都にもそういうイケてるショップとか結構少なくて、残したいなと思って。まず僕2個下ぐらいなんで、高校生ぐらいの時はやっぱ不良さですごい有名なのもあるし、ラップしてはるっていうのも知ってるんで、全然、まあ、2個上のすごい先輩みたいなっていうのがあったっすね。この間もその喋ったんですけど、まだ裏にスタジオあって、こう龍蔵くんとアナーキーくんがこう一緒に曲とか作ってはって、なんか泊まり込みとかで作業してはって、仕事働いて俺帰ってもう一回来てもまだずっといはるみたいな時やって、なんかそういう感じのところから、出勤してもいる時もあったよね。そうですね、3日ぐらいそういう時もあって、なんかそういう時期からこう今が一番バーッといい時期でっていうのはなんか面白いですね。あーだこうだ言われたって俺はこう、急に指揮者やな俺。アナーキーじゃなかったもんね。じゃなかったっ、10、10侍やな。そうそうそう、侍、そうそうそう、侍ってやってる時に、うわ、あ、こういうグループもまた出てきてんやっていう感じやったな、新しく。まあそのマグマがやってたイベントを見て育ってるであろう子たちが、まあ、夕方の土曜日とかの早い時間帯、夕方に借りて、まあ、9時ぐらいまでやってる中で最初出てきたっていう印象です。でその後夜とかになったらね、もうちょいその流動とかの世代とかが夜ワイドでやってっていう、とりあえずすごい勢いがあったっていうイメージがあって、リーフォーカーも僕は中学校の時からあの地元のフットスターやったんで、いつかこの人と一緒に仕事したいなって思ってたし、でもやっぱ僕ももっと不器用やったんで、そんなに近づけず、会ったら話すぐらいで、でも二十歳回ってちょっと経ったぐらいに、リーフォーカーの方もなんかアプローチしてきてくれて、一緒になんかやらへんみたいな、だからこれはもう全然即答でやりたいですって言って、そこまではだから真面目に真剣に、俺はこれでご飯食べようとか、これで稼ごうとか、これでどうにかしようって真剣に思ってなかったです、龍蔵くんに会うまでは。龍蔵くんに会って、お前才能あるからそれだけやった方がいいよって言ってくれて、そこからはそれしかやってないです。仲間とここまで来た、諦めることなんていつだってできたけど、仲間とここまで来た、諦めることなんていつだってできたけど、なんていうんですか、そのメジャーでストリートのヒップホップが爆発してないじゃないですか、メジャーっていうかその一般っていうか音楽業界全体で。でもまあ海外とか例えばアメリカでもそうだし、ね、他の国にしてもやっぱりストリートのヒップホップっていうのがメインな、その音楽業界としてメインな位置にあるじゃないですか。
それをやっぱりなんかこう切り開いてくれると僕は信じてるし、切り開こうと思ってもちろんアナーキーの裏で動かしてもらってるし、そうですね、まあそれの初めてのアーティストになってほしいですよね。やっぱ今までヒップホップ聴いてる人らはもうね一通り絶対アナーキー見たら知ってると思うんですけど、まあそれ以外のジャンル聴いてる人からもね、もっとヤバいなアナーキーって言われるような存在になってほしいと思います。まあ、そうなれるとは思ってるんです。まあもちろん日本一になるっていうこともね、当然なんですけど、やっぱりこれからって日本の音楽シーンから世界に向けて勝負をかけていくっていうことだと思うので、その時にやっぱり、洋楽とか海外に受けそうな音楽じゃなく日本の、まあ、日本語のメッセージっていうところを武器に、まあ、世界にちょっと向けていってほしいなっていうのはありますね。いやスーパーサルって欲しさがもっとテレビとかで見たいですね、普通にお茶の間で。はい、でも見れたらすごいな。次世代を作ってほしいよね、繋いでいってほしいよね。ブーム的な、ね、ジャンルじゃなくて根づいて、そのなんていうのかな、なんかやってほしいね、その CD 買ってくれる人たちもそうなんですけど、ラッパーたちもヒップホップの関係者もスタッフも全てにもっと可能性があることを証明したいとも思うし、それで多分もっとみんな熱くなると思うし、もっと上目指そうって思える音楽に俺はヒップホップをしたいなと思って、なんかそういう気持ちが俺はちょっと薄れてる部分が俺はすごい嫌なんですよ。俺はヒップホップは俺夢やと思ってるんで、ヒップホップに限らず音楽って人に夢与えたり自分が夢見たり、そういう気持ち俺超大事やと思うんですよ。 CD が売れないとか何々なんかネガティブな話とか、そんなをなんか吹き飛ばすアルバムにしたくて、こんな団地育ちの不良でもできるんやっていうのを証明したいな。俺ができたら誰でもできると思うんですよ。俺一番身削ってやってる音楽やと思ってるんですよ、ヒップホップが。自分のこと歌ったり自分のライフスタイル全部さらけ出して、別にディスじゃないけど誰かに書いてもらったラブソングじゃないわけじゃないですか。みんな自分が経験したことを身削って音楽にするってかっこいいなと思って今でも思ってます。ヒップホップが一番かっこいい。